はい、こんにちは。りょうです。本日はね、シティハンター2の、完全生産限定版のね、ブルーレイボックス買いました。これね、予約で買いましたね。じゃあまず DVD の方を見てみますか。はい、パッケージはこんな感じになっています。はい、中開けるとね、はい、ディスクがこんな感じです。背面これね、後ろこうなって、前の絵はこういう感じになってます。で、開けるとね、こういう風に開いて、こうやってね、一枚一枚、こうなっています。両側ね。これが、DVD の中身です。そして、スペシャルブックレットがこうやって付いています。これ完全生産限定版なんですけれども、まあ普通の DVD 版は、ブルーレイ版、ボックス版ってどうなってるのかちょっとわからないですけれども、完全生産限定版はこんな感じになっています。ちょっとね、中を見てみると、キャラクター紹介やヒロイン設定とかね、衣装設定、各ね、銃の設定、愛車設定など、小道具設定などが、まあ、載っています。まあ、あとは、プロデューサーの、諏訪さんとかね、のなんかインタビューが載ってます。あとは、上田さんのね、も載っています。で、あと、各話のスタッフリストとかもこうやってね、載っています。まだ、パラパラと見るとこんな感じでね、いろんなことが書いてあります。で、そしてもう一つね、完全生産限定版でね、ありますけれども、この箱にね、入っていますよ。はい、この盾が入っています。完全生産限定版はね、これね、スタンドがついてるので、立てたり、こうやってね、紐で吊るすところがあるので、箱にね、くっついてるこれね、紐でも、使えるので、まあ、壁にかけたりもできます。ね、これ、いいですよね。実はね、第1弾目も買って、生産限定版買ってるんでね、こうやって、1の方はね、こういう盾でした。2は、こういう盾。はい。ね、これがあるということはね、多分来年も、ブルーレイボックス出るんじゃないかなっていう気がしますね。まあ、そしたらもちろん、同じね、完全生産限定版を買うんですけれども、価格がね、ちょっと高いんですよね。10万ちょい。10万6100円か。ちょっと高いよね。10万6000。16万。違う。6万、違う。5万6100円でした。間違えましたね。5万6100円で、1も同じ値段だったんでね。まあ大体12万。で、また3とか出たらね。まあ結構長くいっちゃいますけれども。まあ軽く30万いっちゃうかな。はい。ということでね。シティ、ハンター2のね、完全生産限定版のね、ブルーレイ DVD ボックスの紹介でした。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、また。